はい、どうも、オリオンです。今回の雑学はこちら。はい、ということで、シマウマにはなぜ島があるのかと。はい。はい、このシマウマの島。シマウマに島があるのは理由があるんです。地肌まで島々になっているシマウマの島は、昔から謎の島と言われてたんですね。はい。この島にはライオンなどの天敵封じのためなの、ためなんです。昼間は明るいので、ライオンの目は、瞳孔が絞られます。すると、ライオンの目には、群れのシマウマが白黒のストライプのように映ってしまうんです。なので、ライオンも一匹を狙い定めることが難しいと。はい、いうことです。またですね、他には、島は、体温調節のためと、いう説もあるということです。